ISO8583 は国際標準化機構が金融取引カード始発メッセージを定めたものでカード所有者が支払い手段にカードを使用した場合に発生する電子メッセージの標準規格である以下の3部で構成される ISO8583 はアクアやらシュア間の電子メッセージの手順で主に使用されているカードを使用した場合 そのカードが使用できるかを確認するため、ポス端末や ATM などのカードを読み取る機械からネットワークを経由して、カードを発行している会社のシステムまでメッセージは渡される。そのメッセージデータには、カードの情報や端末の情報、業務情報、システムによって加えられる情報などが含まれる。カードを発行しているシステムは、そのトランザクションを承認。 または拒否して端末へ送る応答メッセージを発生させる。異なるシステムが上記のトランザクションを交わすことができるよう ISO8583 はメッセージ形式とコミュニケーションフローを定義している。客が店で支払いをする際にカードを使用する場合や ATM が使用される大多数の場合は ISO8583 が使用されている。 マスターカードやビザネットワークなど多くのネットワークは信用紹介業務は ISO8583 をベースに手順を定められているが ISO8583 にはルーティング情報がないためトップデュヘッダが追加されている場合が多い ISO8583 にはカード所有者から発生するトランザクションなどやセキュリティキー交換や 取引件数、金額の管理など、その他管理目的のためのシステムメッセージ様式が定められている。ISO8583 での標準のメッセージ形式は各ネットワークやシステムではそのまま使用されていない。各ネットワークは ISO8583 の形式をそれぞれカスタマイズして使用している。 ISO 8583の異なる版によって各フィールドの使用方法が異なっている。例えば、1987年版と1993年版で使用されている通貨エレメントは2003年版では使用されておらず、それぞれの金額項目のサブフィールドとして通貨を持つようになっている。ただし現在、 ISO8583 の2003年版は広く使用はされていない。ISO8583 は以下の内容で構成されている。MTI はメッセージの種類を分類する4桁の数値フィールドである。MTI にはメッセージクラスメッセージ機能、メッセージの発生源の情報が一桁ごとに設定されている。以下の例に 各桁が表す内容を記載する。例 XXXISO8583 の番。X1XX メッセージクラス。XX1X メッセージ機能。XXX0 手順の発生源。MTI の一桁目には、このメッセージが、どの ISO8583 標準バージョンを使用しているかを指定する。 MTI の2桁目にはメッセージの全体的な目的を指定する。MTI の3桁目にはメッセージをシステム内のどこまで保証しなければならないかを指定する。要求の両端でタイムアウトが発生した場合は自動取り消しをその範囲で行うやアドバイスを指定する。MTI の4桁目にはメッセージの一連のトランザクションの発生源を指定する。 MTI の4桁の値で、そのメッセージが何のためのメッセージであるか、ネットワークのどの範囲までのものかを指定される。なお、ISO8583 を使用している。すべてのシステムで、MTI の意味を全く同じに解釈しているとは、限らないが、以下に、MTI 値の例を示す。i s o 百八十三内のビットマップは、メッセージ内に、 どのデータエレメントが存在するかを示すためのフィールド、サブフィールドである。メッセージには、プライマリービットマップと呼ばれる、ビットマップが必ず含まれる。それは、データエレメントのうち、フィールド1から64までの存在有無を示す、ビットマップである。セカンダリビットマップが存在する場合は、一般的に、フィールド1のデータエレメントの値に設定され、 フィールド65から128までの存在有無を示す。同様に、サードビットマップは、フィールド129から192までの存在有無を示すものだが、あまり使用されない。ビットマップは、8バイトのバイナリデータや、16進数の文字で示される。特定のビットが立っている場合のみ、該当のフィールドが存在する。例えば、 82X は二真数で100010で、あるため、フィールド1と7のみ存在し、2、3、4、5、6、8は存在しないことを示す。ビットマップの例フィールド42億1000100 2 C04804 バイト1、0100010, イコール 42X バイト2、001000、イコール 10X バイト3。 零零零零零零零、イコール零零 X バイト四零零零一零零零一、イコール十一 X。バイト五零零零零零一零イコール零二、X バイト六千百万イコール四零 X バイト、七、零一零零一零零零イコール四十八、X バイト八、零零零零零一零零イコール零四、X 零十二十、三十四十。 50 60 64 5 6 0 5 6 0 4 6 0 4四一二三四五六七八九零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 一二三四ビットの1零零零0零零零1零零零零零 レン、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 レー、レー、レー、一レー、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 一レー、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 一レー、レー、一レー、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 レレレ一レー、レビットマップ。 上記内容で存在するフィールド2から7から12から28から32から39から41から42505362データエレメントは、そのトランザクションの情報を構成する個々のフィールドである。ISO 8583-1987でデータエレメントは、最大128フィールドを制定され、あとに192フィールドまで拡張された。 1993年での改定では、メッセージ形式そのものは変わっていないが、新しい定義が加えられたのと同時に、多少の削除があった。それぞれのデータエレメントには意味とフォーマットが指定されているが、ISO で標準化されている内容と使用している。各システムでは、実際には、若干異なっており、システム特有、国特有の多目的なデータエレメントが含まれる。 各データエレメントは以下の表で記載される属性で記述される。各フィールドは固定帳である場合と可変帳の場合がある。可変帳であれば値の前に実際の長さが設定される。ありがとうございます。